そうだよ。帰ろうとしたらアキちゃんと一緒になったんだ。進むくんは？何か新しいネタ話は見つかった？七不思議の取材苦戦しているんだよね。取材を強化しないといけないわね。休み時間や放課後だけじゃなく、一日くらいかけて徹底的にやる必要があるんじゃない？ねえ、進むくん、あきちゃん、明日の日曜日空いてない？むしゃくしゃしていたの、いい気分転換になるわ。パッと行こう、パッと。一番なりね、気合入ってるじゃない。どうしたの？難しい顔して。七不思議の取材くらいで深刻になることないでしょ。進くんでも考え事することあるんだ。ごめんなさい。あのね、今朝アキちゃんから10分くらい遅れるって連絡があったの。もう少し待ってあげてね。
これツチノコ。さあ、既製品のキャラクターなんて趣味じゃないし、それならもう自分で作っちゃえと思って。え？子供の頃って？これ作ったの去年の。分かってるもん。でも一生懸命作ったんだよ、徹夜して。あ、またそんなこと言う。傷つくな。お裁縫は苦手なんだから仕方ないじゃない。こう見えても年頃の女の子なんですからね、一通りのことはって言いたいところだけど全く自信なし。親友って言ったらたけし君、井上君かな。どうして友達になったの？正反対の性格って？ううん、どうもしないけど、親友って何なのかって考えてて。あ、そうよね、アキちゃんはいい子だよね。
してるよ。そうね、絵そのものよりその由来が問題かもしれないわね。既成概念にとらわれているな、つつむくん。美術品の鑑定は無心にならなければその価値を見誤るものよ。さっきも言ったように、まずこの絵の出どころを調査すべきね。必ず何かあるはずよ。それはわからないわよ。だけどきっとモデルなり作者なりにこの世に対する怨念とか執念を抱かせる事件があったのよ。
ちょっと待ちなさいよ、たけし君。あんた何なの？女の子を捕まえてペッタ娘だなんて。なんてこと言うの？女が言われたら傷つく言葉は想像つくでしょうが。女の気持ちも考えずに自分勝手なこと言ってそれで済むと思ってんの？ちょっと鼓もうやめて。私気にしてないから。井上くんだって悪気があって言ったんじゃないし、だからやめて。岡君の行動について私にいちいち説明する必要はないわ。神岡君の取材に口を出すつもりもないし。神岡君が私に説明する必要がないのと同じように、私が神岡君に説明する必要もないんじゃないかしら。説明する必要ないかもしれないけれど、円滑なコミュニケーションを取る努力をすることは必要じゃないの、麻生さん。コミュニケーション？聞きたくないことは聞きたくない、言いたくないことは言いたくない、それだけだわ。それって単なるわがままじゃないの？
お役に立てなくて。アキちゃんが謝ることはないでしょ。それに取材はまだ続くのよ。今から弱音を吐くなんてだらしないわよ。噂の元になった怪現象が目撃されたのは夜が多いじゃない。だったら夜の学園も調査しなきゃ。進むくんって真面目なんだ。でも新聞の取材なんだから思い切ったことやる根性がなくちゃ。ちょっとつづみ、それはまずいよ。やめようよ。それに何か出たらどうするのよ。謎も宝じゃない。何ビビってるの。乗りかかった船でしょ。それにさっき菅沼先生から聞いた侵入者というのも気にかかるし、ポーチ紛失事件についても何かつかめるかもしれないじゃない。行おうっていうわけじゃなし。そんな大げさに考えなくても、見つかったらその時はその時よ。